ショーンチュー、こんにちは、ドクターレーションです。今日はですね、何をやっていくかと言いますと、年末にやってすごく好評だった私がやってみてよかったベスト美容医療なんですけれども、今回はそのシリーズの中で2020年度上半期をやっていこうと思います。まず第3位ですね。第3位は脇のボトックスです。まあ、別の動画にもしてあるので、ちょっと iPhone で撮ってて見づらいんですけど、それも見てもらいたいんですが、本当に脇の下の部分に細かくボツリヌストキシンを打っていくんですね。だいたい1週間ぐらいで効果が出てきて、持ちは 3〜5ヶ月で、で夏前に打つと結構夏の間は、まあ、汗とか匂いが気にならないで過ごせるというものです。まあ、どうしても脇の下の汗って匂いの原因とかにもなるので、まあ、匂いが気になる方とか、こう汗染みが目立つ服を着る方とか、そういう方にはすごくおすすめなんですけれども、私汗の量は普通くらいなんですけれども、にじむことすらないです。私はなんで汗かいても脇の下だけサラサラっていう感じなんですけれども、毎年思うんですけど、まあ、今年もやってよかったなと思いました。そして第2位は、これは新登場なんですけれども、メソガンというもので、聞いたことない人もいると思うんですけど、簡単に言うとダウンタイムがなくなった水光注射っていう感じですね。頑丈の柔状のものを使っていくんですけど、銃の先に針をつけてそのまま打っていきます。なんでカチ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 っていう感じでこうやって打っていくんですね。皮膚の浅い層に直接薬剤を入れていくっていうことが、もともと水光注射の目的だったんですけれども、かなりダウンタイムが長かったんですね。痛いし血も出るし内出血も残るみたいな感じで、結構こう毎週とか1ヶ月に1回はできないぐらいの内出血が出ることが多かったので、みんなできるっていうものじゃなかったんですけども、このメソガンになってかなりダウンタイムが減って、私受けたんで写真載せとくんですけど、猫に引っかかれたみたいな線が残ったぐらいで、本当そのやってから1ヶ月弱はすごく良かったんですね。肌の状態が。何の薬入れたかっていうと、シャネル注射っていう、まあ、グルタチオンとかアミノ酸が入っているもの、まあ、美白効果があると言われているものですけども、それとボトックスを入れました。ボトックスの方は浅い層に打つと皮膚をパーンと張る効果があるので、たるみ毛穴とかで、まあ、毛穴がたるんとなっている方だったりすると、ちょっと皮膚がパーンと張った感じになるので、毛穴もキュッと小さく見えるということなんです。実はその前の日までゼオスキンのアクティブなものを使っていたので、皮がめちゃめちゃむけてたんです。むけてる状態にシャネル注射やったら、次の日皮むけなくなったんですよ。で、あー、これこんなに保湿力あるんだと思ってすごくびっくりしました。はい、はい、そして第1位は脂肪溶解注射の中でもチンセラプラスという薬剤です。小顔にする動画で脂肪溶解注射 BNLS ネオについて話したと思うんですけれども、それはまあデオキシコール酸っていうのが入ってて、それがアメリカで認可されているもので、脂肪を破壊すると証明されてますって言ったんですけど、それが BNLS ネオの8000倍入っているっていう注射で、まあ、効果が良くなったことプラス痛みがかなり減りました。で、pH と浸透圧を、まあ、会社の方ですごく調整したそうで、入れた時脂肪溶解注射ってすごいズーンって重い感じがあったんですけど、そういうのがかなりなくなってました。クリニックで左だけ打ったんですけど、左だけこう普通こうなってるんですけど、ここだけこうえぐれたんですよ。で、めっちゃ効果出るじゃんってなって、あのスタッフさんとかあとはお客様に打ってるんですけど、すごく好評でですね、私も今二の腕に打ってるので、また二の腕の検証結果はですね SNS に載せていこうと思うんですが、痛くない、腫れない、効果がすぐ出る、だいたい2週間ぐらいで効果出るので、めっちゃ早く効果出るんですよ。最初化したクールスカルプティングだと確実性は高いけど2ヶ月ぐらいかかっちゃうと、2ヶ月待ってたら夏終わるじゃんっていう時あるじゃないですか、ここ痩せたいのにっていう時、そういう時にはこれぐらい効果があるなら脂肪溶解注射やってもいいかなと私は思いました。で、やってます。1位はチンセラプラスという脂肪溶解注射でした。はい、ということで他の関連動画もぜひ見てください。じゃあ、またねー。